これね、うん、本場の裏の意味はこういうのがあるんですよ。まあこれも今も別の国は同じことされてますよね、日本でね、これね、うん、同じ黄色人種よね。まあ要はあいつらもまあ今も昔も自分らが正しいみたいにまあ言いよるけども、何にも変わっとらへんわけですよ、これね。ほんまけしからん話ですね、これね。まあまあまあ、そんな話は言えないですが、まあちょっと熱くなってしまいましたね、はい。それでもまあ当時の管楽器の人らはフィリピン人のやり方見て真似した人とか